ラウムは、トヨタ自動車が1997年5月から2011年10月まで、販売していた 1500cc クラスのセミトールワゴン、ガタコ型乗用車である。このクラスとしては珍しく、左右のリアドアにスライドドアを採用している。このような車はその外観や、形状、大きさから便宜的に、ハッチバックと呼ばれる場合があるが、 ラウムのバックドアは右へ開く横開き式であってハッチではないためハッチバックには分類しがたく強いて表現するならばショートハイトなステーションワゴンの面向きが強い取扱いチャンネルはトヨタオート店で車両の製造はトヨタグループ会社のセントラル自動車が行っていたラインナップ体系が独特であり標準仕様と複数のパッケージ仕様が用意されている 既存のスターレット、並びにターセル、コルサ、カローラ2、サイノスの各種プラットフォームを母体に作られた新コンセプト車。この当時、トヨタが提唱していたセダニイノベーションの一環として企画され、乗る、使う、楽しむを具体化するヒューマンフレンドリーコンパクトが開発テーマとなっている。当時のコンパクトカーとしては、画期的なロングホイールベースを採用した。 スライドドアを採用した2列シートのセミトールワゴンでシンプルなフロントブと卵型の縦長テールランプが特徴的なリアブとによるやや丸みを帯びたシンプルなデザインであった軽損傷時の修理費用の節減を図るため上下に分割バンパーを採用スライドドアの窓が固定式となることも珍しくなかった時代にもかかわらずこの車の後部スライドドアには パワーウィンドウが採用されている。前席ドアは、ヒンジ取り付け角度を約7度ずらすことで床側より、屋根側が、より大きく開口する構造とし、乗降性に配慮した。内装では、トヨタのコンパクトカーとしては、初となる、オプティートロンメーターを採用し、オーディオ類もインパネ上部に配置するなどして、扱いやすさを向上させている。 コラムシフトの採用により、センターコンソールが存在しないため、前後左右のウォークスルーが可能。エンジンは1.5リットル 5EFE 型を搭載する。4WD も同じ形式のエンジンを積むが、馬力を落とす代わりに、中、低回転域のトルクを向上させ、重量増に対応している。また、日本車としては、初となる、電気式ブレーキアシストが搭載された。 発売当初は、標準仕様と、標準仕様から一部装備を省略、簡略化した、E パッケージ、標準仕様に、電動格納式、リモコンドアミラー、ワイヤレスドアロックリモートコントロール、オートエアコンクリーンエアフィルターなどを追加した、CE パッケージ、c パッケージの装備に加え、カラードルーフレールや、カラードアウトサイドドアハンドルなどを追加した、 G パッケージの3種類のパッケージが用意されていた。2代目は、車作りにおける、ユニバーサルデザインの追求を開発テーマとし、すべてのユーザーに優しく、使用しやすい車にこだわるため、ユニバーサルデザイン評価指標のもと、人と地球に優しく、使って楽しい、次世代ビークルとして、今後のトヨタ車の向かうべき道を示唆するものだとした。プラットフォームは、 左右非対称構造のために、ラウム専用の新開発のものとなったが、エンジンサスペンション等は、初代ビッツ系と共用し、より車重のあるラウムに合わせて、セッティングを変更している。衝突安全ボディゴアを発展させ、自社より重い車との衝突時の乗員保護性能を、向上1万1の歩行者との衝突時における、対歩行者障害軽減設計を採用。同時に、 乗員の居住性とドライバーの有効視界をも向上させた。初代で採用された全席ドアの開口構造は2代目でも踏襲された。電気式ブレーキアシストは引き続き標準装備され、ABS はイブド付きのものに変更。今回より新たに VSC&TRC を S パッケージと G パッケージの 2WD 車にメーカーオプション設定とし、 昼間光に近い色温度と大光量を持つディスチャージヘッドランプは S パッケージと G パッケージにメーカーオプション設定された。初代の一部パッケージ装着車において選択できたツインムーンルーフとルーフレールは廃止された。全車にメーカーオプション設定となる純正オーディオはラウムの車内音響特性に合わせて各種パラメーターが構成されており、 ワンボタンで聞き取りやすさを向上させる、クリアーサウンドモードを備える。助手席側の前後ドアが、ピラーごとを開く、新設計の、パノラマオープンドアとしたことに伴い、助手席には背面大型アシストグリップ、簡易テーブル機能オフのタンブルシートが採用された。また、助手席側のスライドドアは、標準使用者を除き、パワースライドタイプとなった。助手席、 タンブルシートの採用により、前後ウォークスルーとフルフラットシートは廃止された。その代わりに、S パッケージと G パッケージの 2WD 車のリアシートには、カップホルダー一体型センターアームレストを用意して、快適性を高めるとともに、6、4分割式、ダブルフォールディング機構を備えたことで、仙台と比べ2名乗車時の積載性が、飛躍的に向上している。 景気類は、マスターウォーニングを排した常時点灯式、センターメーターに加え、ステアリングホイール奥に警告灯や表示灯を集約、配置したエリアを設け、視覚的なわかりやすさを重視したものとなっている。また、メーター内照明のカラーや、スピードメーターの数字フォントのサイズにも、独自の調査結果が反映されている。センターメーター内には、デジタル電波時計を用意し、 時刻合わせの手間を軽減。随所に配置されたアシストグリップや新採用の楕円形ステアリングホイール、前述のパノラマオープンドアなどの装備により、乗降性と使い勝手が大きく改良されている。エンジントランスミッションは、同社初代 BB と同じ DI 方式のビームスイッチ NZ-FE 型 VVT。 アイエンジンとロックアップ機構付け電子制御4足 AT を組み合わせ 10PS 以上のパワーアップが行われ日常よく使う中低速域の扱いやすさも向上また環境燃費性能にも磨きをかけ平成12年基準排出ガス75%低減レベルを達成するとともに 2WD 社は平成22年度燃費基準も先行してクリアした 二代目では、標準仕様と、標準仕様に、助手席側パワースライドドア、タコメーター、電動格納式、カラードドアミラーなどを装備した、CE パッケージ、CE パッケージにスマートドアロックリモートコントロールや、IR センサー式、オートエアコン、フレシール加工シート表皮などを追加し快適装備が、充実した。g パッケージ、CE パッケージにカラードルーフスポイラーや、 専用デザインエアロパーツ、15インチタイヤ、アルミホイールなどを追加、内装色をグレーに変更して、スポーティースタイルに仕立てた、S パッケージの3種類のパッケージ仕様となった。ありがとうございます。